アイラブ一郎美を。一宮市広報アイラブ一宮、司会は私福井理香と伊沢千草です。どうぞよろしくお願いします。今回はアイビル3階にある市民活動支援センターについてお送りします。はい、そもそも市民活動支援センターってどんな施設なんだろう。早速行ってみましょう。今回は市民活動支援センターの船橋さんにお話を伺います。船橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですが、市民活動支援センターとはどのような施設なんですか？はい、市民活動支援センターは市内のボランティアグループや NPO など市民活動を行っている団体のサポートをする施設です。地域を活性化する市民活動団体のための拠点として、さまざまな方に広く活用していただける施設です。なるほど。具体的な役割や設備などを教えてください。はい、当センターは集まる、つなげる、育む、支えるという4つの役割を持っています。1つ目の集まる、具体的には市民活動やNPO に関する資料、情報を集め、市民の皆さんに広く発信、提供しています。センターにはこれらの情報を集めた書籍、資料コーナーがあり、自由に閲覧することができます。2つ目のつなげる、これには人と人をつなげるという意味があります。具体的には市民の皆さんと市民活動団体、そして行政などが交流、マッチングできるようセンターのスタッフが支援を行います。交流の際はセンターのフリースペースをお使いいただくことができます。3つ目の育む、これはズバリ人を育てるということです。具体的には市民活動団体向けの講座や研修会などを開催し、スキルアップの機会を提供しています。4つ目の支える、これには市民活動を支えるという意味があります。市民活動に関するアドバイザーを配置し、活動団体からの相談に応じるほか、市民活動をバックアップするためのさまざまな施設を貸し出しています。具体的には大小3つの会議室をはじめ、印刷物を作ることができる作業室があり、ここでは印刷機やコピー機のほかに紙折り機、裁断機、大型ホチキスなどを使うことができます。このほかにメールボックスやロッカーなどの貸し出しを行っています。貸しメールボックスは12個あります。団体のメンバー同士、団体間の情報交換、郵便物の受け取りなどにご利用いただけます。貸しロッカーは30個あります。活動に必要な機材、事務用品などの保管にお使いください。また貸し事務室は3部屋あります。活動初期の拠点として使っていただけます。かなり充実した設備がありますね。これらを利用するには何か手続きは必要ですか？はい、これらのサービスを利用するには当センターへ団体登録が必要なものがあります。登録についてはセンターへお越しいただき、届出書に記入をしていただきます。船橋さん、聞くところによるとこちらのセンター4月から変わったところがあるとのことですが。はい、市民の皆さんのご意見を受け、オープン日時を変更しました。具体的に教えてください。ほぼ毎日オープンしています。昨年度までは日曜日はお休みでしたが、4月から日曜日もオープンするようになりました。日曜日から木曜日は午前9時から午後5時まで、
金曜日と土曜日は午後9時までオープンしています。ただし祝休日8月12日から15日、年末年始はお休みです。なお祝休日が土曜日や日曜日と重なった場合はオープンします。おお、利用しやすくなりましたね。他に変更点はありますか？はい、運営者が変わりました。ここからは当センターを運営している市民連一宮のスタッフからお話しいたします。ここからは市民連一宮の川野さんにお話を伺います。川野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本題に入る前に、市民連一宮とはどのような団体なのか教えてください。はい、一宮市を中心に活動している市民団体です。主な活動としては、七夕祭りでの市民イベント開催や森の宮市など市民手作りの祭りを企画運営したり、オリジナルコーヒーの開発やコミュニティカフェの運営をしています。そして一宮市市民活動支援センターの受託運営を NPO の仲間たちとしています。さまざまな活動をされていますね。ところで今年度からセンターの運営体制が変わったと伺ったんですが、詳しく教えていただけますか？はい、オール NPO での運営となりました。今までも県内有数の NPO 活動実践者の知恵やノウハウを借りながら運営をしてきました。今年からはそこにオール一宮が加わりました。 138NPO という市内 NPO のネットワーク組織を中心に、多くの NPO の方々が運営に関わります。これにより一宮の市民活動の底上げを図っていきたいと考えています。なるほど。川野さん、このセンターでは具体的にどのようなことをされているんですか？はい、まずは相談です。市民活動を始める際の団体の立ち上げや運営、活動の展開方法などに関する相談を受け付けています。相談員はセンターが休みの日を除く毎週金曜日と土曜日を中心に勤務していますので、お気軽にご相談ください。相談員の方は何人くらいいるんですか？はい、15人以上の相談員がいます。15人以上、たくさんいるんですね。これから市民活動を始めるぞって方にはとても心強いですね。そうですね。実際に相談を受けるにはどうしたらいいんですか？はい、センターに直接お越しいただいても構いませんし、電話、メールでも受け付けています。センタースタッフが相談内容を詳しくお伺いした上で適切な相談員を紹介し、相談の日時を調整いたします。他に行っていることはありますか？はい、毎月さまざまな講座を開催しています。へえ、どんな講座があるんですか？市民団体が日々の活動の中で役立つ内容をテーマとした講座を実施しています。具体的にはイベントを開催するにあたっての広報術をはじめ、報告書や決算書の書き方、領収書のもらい方や書き方などの紹介をしています。そうなんですね。川野さん、いろいろと伺いましたが、最後にセンターを運営する上での今後の抱負を教えてください。はい、一宮市のさまざまな課題解決や活性化に取り組む市民活動団体の応援をして、オープンで使いやすい市民活動支援センターにしたいと思っています。はい、センターでは毎日ブログの更新をしているんですよね。はい、その他にもセンターや活動団体の最新情報をウェブサイトで確認することができるそうです。ぜひチェックしてみてくださいね。それでは川野さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、今回のアイラブ一宮いかがでしたか？市民活動をやってみたいと思ったらまず相談だね。そうですね、市民活動について相談もできて、うん、いろんなことを学ぶこともできます、ね、素敵な施設ですよね。そうだね。縁の下の力持ちの市民活動支援センターをもっと利用してみてくださいね。それでは一宮市広報アイラブ一宮、次回もお楽しみに。